お前ら知ってるか、あと数年でパラディ島に攻撃を仕掛けるってさ。俺たちが巨人を継承する時が来たんだよ。俺たち7人の中から一挙に6人だ。やった、これでマーレ人になれる。ああ、何がやっただ。一人余るならドベロお前だろ。なんだと。お前の長所は何だよ。体力か、頭脳か、射撃か。俺たちの任務をバカにするのか、それともお前はエルディア復権派の残党か。はあ、そったら間違いない。俺が隊長に報告してやる。てめえ叫んな。ポルコ、行こう。ピークちゃん、泣き止んだらすぐ来いよ。遅いと俺が隊長にどやされんだからさ。ライナ、すまない。獣の巨人は相変わらずだ。他より多少でかいってだけの巨人がまさか東京技術でここまで恐ろしい兵器になっちまうとはな。何より奴の血には秘めた力がある。